にちは。マナビズのね、語学対談取っていこうかなと思うんですけど、まずは自己紹介と受かった大学教えてもらっていいですか。大阪女学院高校の徳原里奈です、はい。受かった大学は、関西外国語大学の英語キャリア学部と外国語学部と、関西大学の商学部と、関西学院大学の人間福祉学部です。お、進学先は人間福祉学部に進学しますね。 OK です、おめでとうございます。今日、まあ、そんなリオンちゃんからね今見てくれてる後輩とかに、まあ、いろんなメッセージ伝えられたらなと思うんで、いろいろ聞かせてください。じゃあリオンにさ、今からいろんなこと聞いていきたいねんけど、多分一番その視聴者さんが気になってるのって、どんな成績の推移やったんっていうのが多分一番気になってると思うよ。リオンって塾に入る前からバリバリ勉強できたっていう子やったできひんかったんや。基本勉強はしてたん、塾入る前は。してません。あ、全く知らなかった。宿題しかしてません宿題が勉強と思ってました。あー、なるほどな。まあ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 、間違ってはないけどな。で、宿題バーってやってくれてたんや。そっか。で、塾入ってから最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいはどうやったの。学校の協定校を出すつもりだったんですよ。はいはいはい。で、だからなんとなくどうせ行けるやろうみたいな、軽い考えでずっと来てたんで塾に、周りやってるからやらなみたいな感じで、とりあえずコンサルに怒られたくないとか反転で怒られたくないとかで上辺だけでもうとりあえず出された課題をひたすらやるみたいな、全然身になってない勉強をしてました。ああ、なるほどな。ちょっとふわふわしちゃってたな。なるほどなるほど。それがだいたい変わりだしたのはいつぐらいからな。協定校に落ちた時です。だいたいいつぐらいやろ。6月か7月やったと。6月7月ぐらいにその無理やったってなって、あ、一般でガチでやらなあかんねやってなったんや。なるほど。そっからどう変わっていったの、勉強習慣とかは。世界史はやった範囲を次に進んだらもうその範囲忘れてたんですよ、だからもう叩き直さなと思ったけど、でもとりあえずまだ途中やから、とりあえず一周はみたいな感じで一周終わらせて、ひたすら世界史をやってました。なるほど。英語と国語は。英語はなんかもともとできるみたいな感じだったんですよ、長文は読めるし、文法ができないみたいな、で、だから文法をひたすらやり直して、ヴィンテージ解いたりとかして、で、現代文と古文に関しては、古文はもう助動詞をひたすら詰め込んで全然わかんなかったんで、現代文はもう解いてましたがむしゃらにやりまくっとったって感じやってんな。まあ、でもその前まではその宿題をずっととりあえず与えられたやつをただ単にこなしていくっていうところから、自分でやらなあかんやんっていう風に追い込んでいったっていうに変わっていってんな。 OKOK。 でもさ、そういう風に気持ちが切り替わったとしても、すぐに結果って出るもんじゃないやんか。多分しんどい時期やったと思うね。いつぐらいのタイミングで、あ、私漢学実際いけるかもと思ったのかな。世界史がもうずっと5割とかで、漢学が、まあ、最後もまあそんなに取れてなかったんですけど、漢大も5割とかだったんですよ。で、もう流れが分かってない状態だったんで、とりあえずなんか覚える範囲を絞ろうと思って、もう無理やってなって、でも最初の先生時代とかもほとんど出ないじゃないですか、もうその辺は捨てて、もう解いた過去問で出た範囲を全部メモしたんですよ、一問一答とかに。漢学は大体同じ問題が出てるんですよ、で、あ、ここやみたいなところを絞ってやったら、漢学も漢大も大体同じ範囲が基本的に毎年出てて、そこを重点的にやったら、1月の半ばとかに漢大が世界史が7割5分ぐらい出たんですよ。漢学もまあ6割はいかないけどみたいなところをこういう感じでいてて、そっから漢大の合格最低点が絶対出るみたいになって、漢学はまあこんな感じで英語と古文にかかってるって感じでしたなるほどなるほど。じゃあほんまにもう最後の最後にやっとできた点数がっていう感じだったんや。それまでめっちゃしんどかったやろ。え、間に合うみたいな。あんま落胆するタイプじゃないんですよ、もともと勉強できなかったっていうのもあって、まあ、どうせ受かってるってみたいなのをひたすら自分に聞かせてたんで、そんなにしんどいとかはなかったこの性格上もう強い子やなやばいみたいになってたけど、落ち込んでる時間が無駄って考えて、周りの子が受かり出した時は辛かったですけど、自分の成績に関しては、まあ、できるようになるよいつかって言い聞かせてました、めっちゃ強いいい子やな侍みたいな子やなOKOK、分かりました。まあ、そういう風な成績の推移をたどっていったってことやな。じゃあさ、そんなあのいろんなことを経験したリオンやから言える、受験で結果を出すために一番大事なことって何やろ。
落ち込みすぎないこと。さっきも出てきてたな。リオンは落ち込みすぎないことで結果を出すことができたって感じかな。逆に落ち込んでしまったらどうなっちゃう？泣いてる子とかもいるじゃないですか、中には、うん、過去問とか、まあ、塾内模試とかで、うんうん、1年間の泣いた時間でどれだけのことができるかって考えた時に、まあ、無駄だなってはっきりと考えて、うんうんうん、結局はなんとかなるだろう精神じゃないですけど、うんうんうん、私ができなかった問題はみんなもうできてないみたいな、うんうんうん、そこぐらいまで自分に自信を持ってやってました。おめっちゃなんかその心理学的な考え方をしてるな。泣いた時間これぐらいそうなんや。その知らんこと、そんな考えたんや。結構深く考えてくれてんな。そっか。だからめげないこと、折れすぎないことで楽観的にいくってことが、そのリオンがこの1年間で学んだ大事なことなんだな。 OK、 めっちゃいい言葉でしたね。じゃあもう一個次聞きたいのが、リオンって、まあ、その学びずに入ってくれて1年間バーッと勉強頑張ってくれたわけやんか。そもそもなんで学びずに入ろうって思ったの？友達が誘ってくれたんですよ、うん、受験のイメージって一人で孤独に頑張るみたいな感じじゃないですか、うんうん、そんなんやったら、まあ、とりあえず帰りぐらいは友達と喋れる、うん、やったら、まあ、友達と一緒に入ろうかなみたいな感じで来たんですよ、うん、そうやな。実際先輩が同志社とかに受かってたし、感覚も受かってて、うん、すごい塾やと思った上に、うん、勉強がほんまにできなかったんで計画も立てれなかったんですよ、うんうん、で何から始めたらいいかみたいなのも分かんなくて、うん、コンサルみたいな仕組みを教えてもらって、うんうん、あ、ここがいいかなと思って入りました、うん、ああそうなんや。入った上でやっぱりここいいなって思ったところどっから？先生たちとの距離が近いのと、うんうん、友達とかみんなスタッフのみんなも、うん、やるときはやる、でも楽しむときは楽しむみたいな、うん、ところが、うん、切り替えっていうのがちゃんとできてて、うん、ゆうまさんの誕生日を祝ったみたいにみんな、うん、わーみたいになったじゃないですかああいうのもあったけど、まあ、その前はめっちゃみんな勉強しててとか、ご飯のときはちょっと喋るけど、めっちゃ勉強するみたいなのが、うんうんうん、周りに刺激を与えられて良かったなと思います、うんうんうん、環境的に良かったって感じかな。ありがとう。もうそうなんですよね、僕誕生日言われたんですけどあれ誕生日の日じゃなかったよな全然違う、1ヶ月遅れてた1ヶ月遅れでいきなり呼び出されて何と思ったらパイバーンって投げられたな。あれも嬉しかったですけどね。すぐちょっとクリーニング代出してくれって感じだけど次リオにお願いしたいのは、後輩いっぱい見てくれてると思うんですよ、まあ、直属の後輩じゃなくて視聴者さんの中で感覚行きたいなであったり感覚乗り継いきたいなと思ってくれてる子っていっぱいいてると思うね。未来の受験生に先輩としてリオンが伝えれるメッセージって多分いっぱいあると思うよ、うん、その中でも少しメッセージを残してくれたらなと思うんやけど、できますか？高3になったら焦りも出始めて、うん、まあ、模試とかそれこそ過去問といってとかでやばいみたいな、ほんまに落ちるかもみたいな思うと思うし、それでもう諦めそうになると思うんやけど、うん、そういうのは全部合格までの過程やから、まあ、それが全部積み重なった時に絶対合格できると思うんで、志望校を下げたりとか逃げたりとかそういうのを絶対せずに最後まで頑張ってください。はい、頑張ってください後輩にはまあいいメッセージ残してくれたんで、最後リオンは1年間ここで頑張ってくれて、まあ、この3人からも応援されとったと思うし、いろんな人から応援されてたと思うんやけど、その中でもやっぱり一番応援してくれたのは多分お母さん、お父さん、親御さんやと思うな、うん、恥ずかしいかもしれへんけどちょっと画面越しでちょっと申し訳ないんけど、親御さんに最後に感謝のメッセージを伝えてください。この大学受験をはじめ18年間私のやりたいことを全部やらせてくれて本当にありがとうございます。毎日仕事で疲れてるのに車で迎えに来てくれたりとか、ママは行ってらっしゃいとかお帰りって明るく言ってくれたことがめっちゃ心の支えになってたと思います。これからもいっぱい迷惑かけると思うし大変やと思うけど、少しでも恩返しできるように大学で頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。マジで4年間いい大学なんで、感覚はもう精一杯、その精一杯成長して、ね、親御さんに恩返しをしていってください。じゃあここで終わっていきましょうか。ありがとうございました。